日本近畿地方京都府京都市右京区京都市西京国総合運動公園京都市西京国総合運動公園は京都府京都市右京区にある広域運動公園である総面積19.1ヘクタールの園内には陸上競技場兼球技場補助競技場野球場プール兼アイススケートリンク体育館アーチェリー場芝生公園 緑の丘などが設けられている。阪急京都本線の線路を挟んで2つのゾーンに分かれており、北側に陸上競技場、県球技場、補助競技場、野球場、体育館、南側にプール圏、アイススケートリンク、アーチェリー場、芝生公園がそれぞれ一致している。1930年、東宮成婚奉祝記念に京都市運動場として建設された。 1945年、新中軍に接収。1951年、接収解除。1988年の第43回国民体育大会開催を機に、1982年から全面改修を進め、1989年に再整備を完了した。1995年に、京都パープルン賀の日本プロサッカーリーグ加盟に合わせ、 陸上競技場研究技場のスタンドを改修した後、2019年までサンガのホームスタジアムとして活用された。プール施設は1982年の全面改修時に撤去したが、1999年に建設工事に着手、2002年6月に整備を完了。陸上競技場研究技場、ありがとうございます。